堀江由衣です。先週は1000回目の放送でしたけれども、なんかあれですよね、あの今週1001回目なんですけど、1001回目の方がスタッフさんって集まるんですね。いや、なんか先週1000回だったじゃないですか。だから1000回だから、まあそれこそね、なんかあのキングのスタッフさんとか、まあ何人かこう来てくださったり、あとまあ白石さんなんか来てくれましたけど、ちょっと多分文化放送でエラっぽい人の白石さん来てくれましたけど、なんかね、こうちょっといろんな方がなんかお祝いに駆けつけましたみたいなのがあるのかなと思ったら、別に特になく、さらっと1000回がなんか過ぎで、なんか今日の方がなんか知らないけどキングレコードのスタッフさんとか来るんですね。なんでだ、多分用事があるんだろうな。なんか作業があるんだろうな、この後。っていうね。だからもう内容に至ってはもう今日もう割と普通です。もうあの1000回の話は置いといてっていう感じの割と普通の内容になるかと思います。ではお便りを紹介しましょう。てんたまネーム氷点下でアイスさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、てんたま放送1000回おめでとうございます。 ありがとうございます、私のてんたまの思い出ですが、実は聞き始めたのはごく最近です。ほっちゃん推しの先輩の影響で、学生の時からほっちゃんの曲はよく聴いていたのですが、当時てんたまは聴いていませんでした。ところが今年になり新曲アデューが出たことを知って、 YouTube のオフィシャルチャンネルをチェックしたところ、てんたまのアーカイブを発見。私は現在 iPhone の天気予報でおなじみのクパティーノの隣に住んでいるのですが、これなら海外からも聴けるなと思い、 YouTube 配信でてんたまを聴いています。文化放送さん、ありがとうございます。初めててんたまを聞いた時、冒頭こんばんてんから始まるほっちゃんの挨拶を聞いて、よく先輩もこんばんてんという挨拶をしてたなと当時を思い出し懐かしくなりました。ほっちゃんは雑めに喋っているとよくお話をされている通り、聞き始める前の印象とはどこか違うのですが、快活なトークをいつも楽しく聞いています。いずれ日本に戻ったらほっちゃんのライブにも参加したいと思います。これからもてんたま楽しみにしています、ということでね、まさかのクパティーノの隣の町からお便りをいただきましたよ。カリフォルニア社、本当だ、あ、本当だ、てんたまネーム氷点下でアイスさん、カリフォルニア州から。え、すごい。そっか、もう未だになんか私の iPhone はあのクパティーノの天気がまず最初に表示されているので、なんかね、あのクパティーノはよく晴れてんなって感じですね。ずっとお天気いいのクパティーノ。うわ、すごい、なんかこれちょっと嬉しいですね。はい、ありがとうございます。いや、なんかね、すごい先輩、この先輩もこんばんてんってよく言ってたんだとか、ちょっと大丈夫かなその先輩。ちょっと恥ずかしいけど大丈夫かな、元気かな。いや、でもね、嬉しいですね。まさかクパティーノの方がね、クパティーノの隣の町の方が聞いてくださってると思わないから、すごい嬉しい。あの本当に天気毎日見てますからね、嬉しいです。これからも聞いていただけたらと思いますけどね。ありがとうございます。ということで、堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんてん、堀江由衣です。あのこの間あのね、ちょっと話をしたら、それてんたまのフリートークでいけるじゃないですかって言われた話題があるんで、ちょっと話してみようと思うんですけど、なんかちょっと前にツイッターに、あれこの話してないですよね、ツイッターになんかあの指輪買った、新
しい指輪を買いましたみたいなあのことをね書いたんですけど、で今日ちょっとしてるんですけど、なんかこの指輪っていうのがね、なんかダイヤがついててすごいシンプルで可愛い感じなんですけど、なんかそのダイヤがなんか傷が入ってるんですって。ダイヤってなんか傷が入ってるとすごい値段が安くなるみたいで、でもダイヤはダイヤなのにもったいないみたいな、なんかせっかく可愛いのにみたいなコンセプトのなんかお店の指輪なんですけど、すごいめちゃくちゃ可愛くてダイヤがついててシンプルで、なんかそれで29,800 円ぐらいだったんですよ。まあまあまあ、でもダイヤがついてる割にはなんかお手頃っちゃお手頃じゃないですか。でね、届いてみて、わあやっぱ可愛い、なんかこのあのなんていうの、このいわゆるリングのこの部分もなんかすごいシンプルで、なんかシンプルなんだけどめっちゃ可愛いなと思ってて、すごい気に入ったんですよ。でもあ、なんかこれだったらなんかこうダイヤがもう一回り大きくてもいいなと思って、でなんか確かもう一回り大きいのあったわと思って、であこれこれだこれだと思って、あ買ってみようかなと思って、でそれがね一回り大きいって言ったら39,800円かなと思うじゃないですか。で、あ買おうと思ったら398,000円で、おー危ねえうわー危ないこんなに急に値段違うってなって一回り大きいのあれじゃないよと思って、ちょっとねあのびっくりしましたね。でもね一回り大きいなと思ってたんですけど、実はだいぶ大きくて、私のやつが 0.2 カラットぐらいだったんですけど、それがねもう 1.5 カラットで、そりゃそうだよねっていう、冷静に考えたらそうなんですけど、なんかこう一回り大きいの金額感が思ってたのと違う、桁1個違うってなって、うわっていうね、なったっていう話をそのしたら、あそれ天玉のフリートークにぴったりじゃないですかって言われたのでちょっとねしてみました。はい、どうでしょうフリートークらしいフリートークでしたがね、どうかな。ではリスナーさんから届いたふつおたを紹介していきましょう。東京都のX ネーム、陽介お兄ちゃんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。この前天玉流行語の話で X ってなんだっけ、天玉リスナーのことです、すっかり忘れてたわ、いいじゃんこれ使おうよというくだりですが、以前の流行語の回で全く同じくだりをやっていますやっぱり定着させるためには天玉ネームを X ネームに変えた方がいいんじゃないでしょうか。それともほっちゃんは天丼が好きなので毎年年末にこのくだりをやるのもありですか。PS ちなみにペンネームにお兄ちゃんをつけているのは国民の妹を定着させるためです。ああそうそう、国民の妹もね定着させなきゃいけないですからね。はいはい、まあ、私は未だにその気持ちではいるんですけど、そうこれね全く同じことをどうもねあのやってたっぽくて、まあ、やってるかなと思ってたんですけど、やっぱりやってたんだと思って、これそれ込みで本当に全く覚えてなかったっていうなんだろうね、こう抜け落ちやすいのかな、この単語が意外とほら言われたら思い出したりするじゃないですか。でもなんか X に関しては綺麗に忘れてたからちょっとなんか定着しづらいのかな、なんですかねこれね。はい、多分でもまあ多分あの2年後ぐらいにまた同じ下りをやると思うので、まあこれでも私天丼というよりは天然だったんですけど、なんかねそのでも多分2年後ぐらいにまた同じ下りをあのやると思うので、ちょっとこのままあの天玉ネームは天玉ネームのまま行ってみましょうかね。2年後に同じこと言いたいじゃん。X ってなんだっけ、よくない天玉リスナーのことよくないっていうくだりもう一回やりたいからちょっとねあえて忘れていく方向にしようかな。はい、じゃあもう一枚、東京都の天玉ネームガチョンさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。文化放送のサイトに掲載されている堀江由衣の天使の卵1000回記念インタビューを読みました。第2回では一つ前のノベルティ天玉の種の話がありましたね。植えても芽が出なかったとありましたが、私は植えてみたところ芽が出て収穫もしました。3月の下旬に植えてベランダに置いたら芽が出ました。毎日水やりを忘れないようにしたら成長して7月の下旬には収穫をしました。バジルの葉をよく洗ってすり鉢
ですりつぶし、オリーブオイルと生姜を入れてバジルソースを作りました。ミートソースパスタを作った時、そのバジルソースをつけていただきました。今更ですが、植えて食べたリスナーがいたということをお知らせいたしますというねありがとうございます。いたのか。これあれですかね、ほら私も諏訪さんも天玉の種植えたけど芽が出なかったじゃないですか。だからなんかこう季節もあるのかな。なんか3月に植えて7月に収穫ってすごいいい時期な気がするね。なんか我々それをちょっと無視した時期にもしかしたら植えたのかもしれないですよね。あとちょっとだけ気になったのが、バジルソースを作ってミートソースにつけたのがちょっと私はおーって思ったんですけど、そういうもの？なんかバジルソース、バジルソースだけでいってほしかったっていう、ちょっとそんな気持ちがねするんですけど、ジェノベーゼみたいにしてほしかったなっていう気がするんですけど、でもね実際食べるとこまでいけたのがすごいなって思いました。なんかねあれでしょ、諏訪さんの思い描いた天玉の種の望みはもうあれでしょ、誰かがいろんなところにこう撒いてくれて、そこから世界中の地面をブワーってバジルが覆い尽くすみたいなイメージでしょ。ね、そう、そこまでねなかなかいかなかったか、私たち芽が出なかったしね、いかなかったのがねなかなか残念でしたけれども、まあ、天玉の種ねいっぱい持ってらっしゃる方はぜひね植えていただきたいなって、ちょっと時期見ながらね植えていただいて、で食べていただきたいなと思いますけれどもね。はい、でもあれなんですよ、そう1000回になるともう初めてぐらいな感じだと思うんですけど、文化放送さんがねこの番組に興味を持ってくださって、でもう初めてぐらいですね、インタビューしていただいてそれが載るっていうね、興味ある方は読んでみていただきたいなと思いますけれども、諏訪さんから褒められて、めったにない褒められているんで、はい、じゃあもう一枚、静岡県の天玉ネームほっちゃんと宇宙旅行さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。 YouTube の堀江由衣公式チャンネルで公開された黒猫集会ボリューム20消えた黒猫2借りてきた猫のダイジェスト映像を見ましたよ。ダイジェスト、そして引きの映像のみとはいえ、やはり素晴らしいライブイベントだったなと改めて実感しました。その映像のままで構わないので黒猫同盟の会員限定で販売をしてもらいたいのですが、そんな話は全くないのでしょうかというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、そんな話は全くはないんですけど、まあなんかね、なんかのタイミングでまた配信とかはねできたらいいなとは思うんですけど、見れてない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないでしょうしね。はい、まあでもねなんかそうなんですよ、 YouTube チャンネルがちょっと生かされてる感じになってるのかな。黒猫集会というね、私のファンクラブイベントみたいなやつがですね、ちょっとダイジェストになって載っておりますので、ファンクラブイベントそういえば見たことないなみたいな方はそこでちょっと触りだけね、わかる、天玉で1ヶ月4週にわたってお届けしたあれがキュッて5分ぐらいにまとめられて映像になってますのでまあちょっとこんなんだったんだっていう触りは分かるようになってるのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ一応ちょっとねその触りだけ見られる感じになっておりますので、興味ある方は見ていただけたらと思います。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。現在好評配信中テレビアニメ先輩がうざい後輩の話エンディングテーマ、堀江由衣で虹がかかるまでの話。ねえ気づいて、大事な人は誰？青い風が吹いた、二つ影が並んだ、不器用なほどにゆらゆら揺れてた。
ミスモノクロームの白黒つけておしまい。意識の中目を閉じ、私はミスモノクローム、放送1000回記念の天使の生卵、五郎丸や柏田や杉谷や鷲崎がコメントするんなら私もコメント出したのにと思っている存在。今のこの件どうなっている？そうですね、まあ、確かにほとんどが素人のコメントでしたからね。天玉、そういうところだぞ。2000回記念の生放送の時にはぜひお願いします。ではメッセージを紹介します。東京都天玉ネーム陽介さん。天玉1000回記念でほっちゃんに乾電池1000本をプレゼントしたというのは本当ですか？うん、本当だけど、いらんわ、可愛いのなら欲しいけどと言われた。乾電池1000本可愛くデコる。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、名言王に私はなる。リスナーさんからよくある名言を募集して、それを私がアドリブで全く新しい名言に変えていきます。それではミスモノクロームの森役、2代目ミス言葉攻めの今野さん、お願いします。はい、早速行ってみましょう。久しぶりですね。久しぶりですねこれね、はい、覚えてますか？え、元気ですかって言いましたね。覚えてます？あ、元気ですかって聞かれてってなっちゃった。先週も会いました。そうそうそうね、毎週会ってますからね。いきます、うん、北海道天玉ネームブルーフラッパーさん、うん、僕のことはこう呼んでください、ビッグボス。あ、はいはいはい、新庄監督ですね。ですね。あ、これ自分で言ったんだ。あの会見の時に自ら。なんかね、すっごい面白い、ね、方なんですよね。すごいね、面白い方ですよね。なんかこう、なんかこう、なんて言うんだろう、あの常識に、なんか細かいこと気にしないみたいな感じがなんかいいなと思いますね、すっごく。あとなんかゴミ拾うんですって、やっぱりこういう方って。なんか、ね、テレビで、あの、な、一緒に住んでる人なんかわかんないですけど、なんかゴミ拾うと、あとなんか倒れてる自転車とか、なんかもう当たり前のように直すんですって。で、なんかそういうの聞いて、あ、なんかこういいな、徳を積んでるって思いました。なんかガチャとか出んだろうなっていう風にね、思いましたけどね。なんだろう、僕のことはこう呼んでください、ビッグボス。私のことはこう呼んでください、透明感ガール。お、透明感ガール。いや、やだな、やっぱ呼ばれたくないな。なんだろう、本当に呼ばれたいのかな、ビッグボスって。選手たちに。あの、すいません、ビッグボス、あの、質問があるんですけど、みたいなことかな。そういうこと。じゃあなんだろうな、じゃあ私のことは、うん、こう呼んでください、堀江さん、堀江さんでいいな。堀江さんでいいですかね、やっぱね、普通でいいや。普通でいいや。はい、身内のね、なんかこうスタッフさんとかからはね、普通でいいかな、うん。東京都天玉ネーム山やんさん、はい、見た目が9割。ああ、見た目が9割、なんかそんなね、本もありますよね。あ、ベストセラーになった本のタイトルより、はいはい、見た目が9割ありますね。そうですね、まあ、結局見た目が9割違いますよ、これは。あの、皆さんが思ってることじゃなくって、なんだろう、あの、イケメンならいいとか、まあ、そういうことではなくって、結局、あの、例えばね、理想のタイプとかってあるじゃないですか。
ね、やっぱりこう性格とか中身が合わないとダメな気がするんですよ。で、中身が合うってもうなんかちょっとじゃ見た目じゃ正直わかんないじゃないですか。で、こうやって話して何ヶ月とか例えば何年もかかって見た目じゃなくてその中身が合うなとか合わないなとかがわかるわけじゃないですか。だから結局そのあのいっぱい喋ったりその時を過ごしていかなきゃわからないんだったとしたら中身がね、だったら見た目がいい方がいいっていう、ちょっとわかる？それわかる？だったら見た目が、で最初に選んだ方がどうせならいいんじゃないかっていう話ですね。はい、あ、親方の理解はなんか分かりますよね。だって中身が合うで中身が合うのってすごいやっぱ分かんないわけだから、だったら見た目が合う方がいいよね。静岡県天玉ネーム、はい、ほっちゃんと宇宙旅行さん、はいはいはい、転んだら何かを掴んで立ち上がれ。うーん、あ、なんかいい言葉っぽいな。あ、元マラソン選手の増田明美さん、あのナレーションみたいなのがお上手な方でしたっけ。 その人違うか。あ、え、その人じゃなくない、増田明美さんって。あの解説とかね、あのすごい、あの声 が, 取材がすごくめちゃくちゃ滑舌がいい人ですよね。あのすごい声が綺麗な、はい、あ、そう、ちょっと可愛らしい、あ、そう、なんかあの特徴のあるお声のめちゃくちゃ滑舌が綺麗な、あの喋るのがお上手な方ですよね。そうそうす、私あの人すごい、あの声すっごい好きなんですよ。転んでもいいことを言いますね。転んだら何かを掴んで立ち上がれ、これはもうあれですよ皆さん、転んだ時にあの例えばその辺にあるテーブルとかを掴んでうっしょって立つって意味じゃないですよ。わかります。こうなんか転んだっていうのは人生の分かってるってみんな分かってる。いや、これはいい言葉ですね。はい、そうですね。だからあの要するに転んだら何かを掴んで立ち上がれ。いや、なんか転んだ時になんかわかんないですけど、意外とそのやっぱ転ぶ場所ツルツル滑ったり、あとなんかあのスカート、自分のスカート踏んじゃってたりとかするから、結構なんか立ち上がろうとした時にまたつんのめっちゃったりするんですよ。だからあのよいしょってその辺のものを掴んで立ち上がった方が立ち上がりやすいよっていうことで、転んだらなんかその辺のものを掴んで立ち上がれ。意味あった、意味あった、あった。いや、でもいい言葉ですね、さすがですね。はい、いや、いいですよ、もう立ち上がるのは当然立ち上がると。でも何かね、何か掴んで立ち上がって、転んだ意味があったことにしようみたいなことですもんね。いや、いい言葉ですよ。はい、ということで久しぶりにね名言をやりましたね。思ったよりしっかりやりましたね。引き続きこのコーナーでは私にアレンジしてほしい名言をお待ちしています。ちょっと
天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、ということでね、もう12月に入りましたよ。今年も残り1ヶ月か。いや、なんかあっという間でしたね。ということでね、あのてんたま流行語大賞とか、カレンダー総選挙とか多分発表すると思いますので、まだ送ってないよという方はお早めに送っていただけたら嬉しいなと思っております。あれ、カレンダーって年末に発表してましたっけ？スクールカレンダーですけど、あれどうでしたっけ？いつもいつもでも年末でしたっけ？年末、あー年末か。まあじゃあね、一緒に発表できたらと思いますので、ぜひ送っていただけたらと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵それぞれの係まで。メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 卵は tamago です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんには天使の絆創膏をプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は、なんかね、急にあのアルファベットがいっぱい見えたからドキッとしちゃった。いや、いつも読んでるよな、堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。